皆さんこんにちは。ゲームとサバゲー大好きリランです。今日はソニーさんの方から10月4日に発売されました、リーダーこちらですね、 PRS-T3S こちらの方の、レビューを動画レビューをお届けしたいと思います。それでは早速開けてみたいと思います。価格が9980円です。1万円切ってますねはい、こちら早速ちょっとここ開けるの慎重なんで、重さがすごく軽くて 160g しかありません。箱の中身はこちら本体とこちらですね、クイックガイド説明書と、USB ケーブルが中に入ってます。こちらが本体です。とっても薄いです。それでは早速電源つけてみたいと思います。電源がここにありまして、ここに USB ケーブルが挿せるところがあります。 160g の軽さ、だいたい、そうですね、缶コーヒーより軽いぐらいですね。とっても軽いです。今回は、前作のモデル、PRS-T2 と、比較をして行きたいと思いますので、はい、そうですね。最初の初期設定は、日付と時間を設定していきます。はい、設定完了しました。はい、これが最初のトップページです。今回、それぞれの項目を短い動画で取って出ししていきたいと思います。記事にどんどん動画を追加していきますので、ぜひ皆さん何度も見てください。ということで皆さんぜひ最後までお付き合いください。